恵比寿橋です。言うたら引っ掛け橋です、ね、そうですね、飛び込むところです。飛び込みましょう。皆さん飛ばないですか。止まる。オッケー、よし、やっついだれ。いや、行こう、ほんまに行こう。No. I'm Russian. I feel what? Я не говорю, что русский. Бер, 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 бер. Еще крейг. Я сейчас. А если кто-то не знает? 100万円当選者決めて、100万円配ります。そう。どうしたの？封筒がいい。おいおい。ブラジル王子の闇全部知ってます。僕、裏事情全部知ってます。今回の舞台は誰もが知っている大阪の街、道頓堀。そしてこの道頓堀、観光客が訪れたランキング第3位に入るほど有名な場所でもある。それでは始まります。ビチューよろしくお願いします。ここどこ。はい、どうも。じゃあ真面目にやってや。はい、やすロボですね。というわけで、あのもう時間はね、はい、何時4時半ちょっと歩いてみようかな。わかります。でもとりあえずゲイル君がお腹が空いたってことなんで、ちょっとアンケートをしてうまいとこを聞いてもらおうかなと思いますけど大丈夫ですか。いいよ。あ、ちょっとかっこよく映してくださいね。かっこよく映してくださいね。あ、いいよ。これは、はい、これが眠らない街ですね。ここは今どこですか。道頓堀。道頓堀恵比寿橋です。言うたら引っ掛け橋です。そうですね。飛び込むところ。飛び込むところ。阪神が優勝した時飛び込むところ。飛び込まない。あの阪神クライマックス頑張ったですね。はい。飛び込みましょう。飛ばないですか。止まる。一本ジョイント詰めてくれ。詰めてくれよ。ジョイント詰めましょうか。オッケー。よし。やっついだれ。いや行く。ほんまに行く。行く。は？ほんまに行く。よし、交番行こう。どう、なんで自主しよう、自主。俺、してないっす。してねえよな。兄さんはしてないっす。兄さん、頑張ってください。じゃあ、俺、ありがとうございます。はい、YouTube Korea Korea Yeah, no, Japanese Japanese Yes. Ah, Korea? No, no, I'm Russia. Ah, Russia. Russia. Ah, yeah. Yes. Ah, Yanni Gabarich Hans Kowalski. Pure? Kaku was a wood. Russia. Russia. Yeah. Yeah, Minya's a wood or Gero. 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 DJ. DJ. Ah. So. That's after. Thank you. Спасибо. Thank you. Okay. Okay. Huh? Yeah, come. ビアビアビア。美味しいとこ、夜間とかで食べれる美味しいものってどこなんですか。いや、分からないです。分からない。変じゃないです。ラーメンとかって言ったらやっぱ金龍っていう。あの向こう行ったら向こう。ほんまに。早く行こう。拾ったマジで。頭れなくなるし。うえ。お前の大事な入試なんで来てんの。もらいましたよ。ゴミ箱に捨ててあって。わかった。ゴミ箱に捨ててあって。ゴミ箱捨てて。寂しいよな、やっぱり。皆さん分かりますか。大阪と岡山。楽しい。イエー。もうええやん。何が髪着服もろたんやな。いいにむっちゃうめえラーメン屋も知ってますよ。じゃあ行ってみようよ。100歩譲って食うならカッパラーメンとかカブッチャンとかありますよ。あのすいません、あの専門用語がいっぱい出てきたんですけど、カッパもクソもあれ変でね。これ金龍のは僕はね、ど田舎の岡山の百姓の方人間なんですか。あ、岡山ですか。岡山めっちゃいいっすね。岡山あったっすか。いやー、わかりません。僕に聞いたらいけんのも。お、替え玉ありましたっけ。替え玉ありました。
ょ、一緒か、英語か、美味しいみたい、優しいね、大阪の人って。いらっしゃいませ。はい、引き止めです。あ、いいですね。このお姉さん、これさっき拾ったんですよ。この服さっき拾ったら。ほんまにリアルに。ほんまにリアルに。え、可愛くないですか。いや、いいですよ、全然。俺のじゃない。え、なんで無理やろ。バレてました。食べた方がいいですか。無理だと思うな、多分。これ見てみよう。食えんわ、どうすれんの。大阪、今住んでどのぐらい。え、大阪っすか。どこだ。ね、あれでもラファエルさんの方が金持ってます。まあそうだね。金が出てけんですか。シビー用意ますわ。あの進撃のノアとロンドンの人だろ。封筒で。困った時はこのお兄さんまで。おいおい。こんなもんしかないね。銃の束が10枚ぐらいあるね。いや、あのね、ここどこ？取って。やっぱりね、お金ない人とかある人とかいっぱいあると思うんですよ。お金はね、寂しがり屋なんで、あるところにしか集まらないということで、うん、バッチリね、この時計とって21歳がこの時計つけてるわけよ、ね、困った時には僕の6個ぐらい下のお兄さんがバッチリ持って、僕は遊ぶとこないんすかって言って、僕のこと知らないのに。いや、僕よりは金持ってんねん、こいつ持ってないでしょ。いやね、こんなにお金持ってる人たちがこの場所で何をしてるんですか、一体。みんな友達とか遊んでるんですよ、喋って。暇つぶし？そう、暇つぶし。まあ、言うたら、貴族の遊び場みたいな。だからさっきも僕、インスタライブしながら、100万円当選者決めて。マジで100万円配ります。そう、ね。青汁じゃねえで、マジで。フルーツ青汁じゃねえから、マジで。青汁王子の闇全部知ってます。僕、裏事情全部知ってます。ちなみに進撃の夜の世代は僕っす。進撃のをスタートして夜の世代に飛んでくる。これめっちゃヤバいですよ。あのラファエルさんが大阪一番の女と飲んでるってヒカルと電話した時に、進撃のノアと飲んでるって言って、彼は進撃のノアをスカウトして、それだかどうか知りませんけども、道を作った男ですね。わかりますか。いいじゃないですか。僕ですか。おー、やばい、はい、T さん、 T さんね、シャクッとイージーブーストとか入ってますからね。いや、これは今日はだるいです。だるい時はイージーブーストなんですよ。あなたはフランスでもアディダスですね。アディダス100円だろ。これ絶対から買ったの。転売商品、これ絶対から買ったの。2万5000円。3万円。定価安い。3万300円。手ぶら柄とか、ネズミ色で、オレンジが入ってて7、8万ぐらいするんですけどね。でもあのジャージ20万です。20万ですどういうことなの。ジャージが20万じゃあね、はい、ファッションチェック入ります。大丈夫下から上までの寝巻きで30万で、クズ20万で散歩に来る男。エルメスとコラボ。まあ、大丈夫です。30万、これ20万超えです。分かるでしょ、分かるでしょ。ね、しかも、このメガネ20万超えです。おかしい。何？ガチです。ちょっとこれ見てください。部屋着っぽいやつ。部屋着っす。100万。なんでこういうお金持ってる人がここに集まるか。はい、寂しい。そうなんですよ。今このジャケットが寒かったんで、なんかねえかなと思ったら、あとめっちゃええのあったもん。完璧にデニーズかもしれない。もう滑れんかもしれない。だけどもうそこに落ちとったんですか。めっちゃええの。ありがとうございます。かわいい。かわいい。これ落ちとったんですか。落ちとった。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。
はい、今回ね、大阪の道頓堀をピックアップさせてもらいましたが、深夜帯というか、まあ、朝方ですかね。まあ、こんな感じで、結構ね、フレンドリーな人が多いなという印象でした。はい、まあ、お店もね、やってるところというと、もう、ラーメン屋とか、まあ、居酒屋さんやってるとこありますね。まあ、たこ焼き屋さんとかは、アメ村の方かな、ありましたね。はい。というわけで、今回ね、スピーチもこんな形でやらせてもらいました。またね、大阪にちょいちょい行くと思いますんで、また見ちゃってください。それでは失礼します。はい。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。